どうも、YouTube をご覧の皆さん、ジーコサンキューチャンネルです。今日はね、無職と〇〇シリーズ、まあ、無職と健康について話をしたいと思います。まあね、健康っていうのは、実はね、無職は自分自身で完全にコントロールしなきゃいけないもので、すごく大事なんだよね。こう、会社とかね、組織に所属していると、まあ、健康診断っていうものが週じゃない。年に1回。最低でも受けることができて、まあ、ある程度 この自分の体調管理っていうのは、まあ、会社がサポートしてくれる部分もあってできるんだけど、無職だとね、特にまあ誰かがね、その健康診断行けとか言われない限り、自分で行かないと、自分の健康状態っていうのを把握しづらいです。とはいえね、無職はまあその働いてる時に比べると、まあ、肉体的にも精神的にも疲労が少ないんで、まあ言うてね、そんなに問題はなさそうなんだけど、ちゃんとね、見ていかないといけない部分かなと思うので、まあ、睡眠、食事、そして運動。この三つがね、鍵になるんだけど、無職になってね、まあ、この三つの、なんていうか、要素が、どういう風に変わってきたかっていうのをちょっと今回は取り上げたいという風に思います。まあ、まず一番ね、手っ取り早くこう、わかりやすいのは、睡眠。まあ、これは明らかに、改善されました。まあ、睡眠はね、まあ、本当にいつでも寝られるし、まあ、いつでも寝られるっていう寝方をしてると多分良くないんだろうけど、ちゃんと7時間半。私の場合は毎日眠れるようになったし、たまにね、夜寝られなかったりする日があったりしたんだけど、昔。で、今もたまにあるんだけど、そういう時には、別にね、翌日の昼に寝ればいいんでね。合計睡眠時間は、キープできているんで、睡眠に関してはね、非常に、いいです。明らかに良くなりました。次はね、食事で。食事は気をつけてはいるんだよね。食事は割と気をつけていて、例えば栄養バランスみたいな話、まあ肉ばっかり食べないで魚も食べたりとか、野菜ももちろん摂るし、とかね、いろいろそういうのは考えてはいるんだけど、もう体に必要なものは多分摂れてると思う。ただ、ね、どうしても食べ過ぎちゃうんだよね。俺はね、もう、どうしようもないんだけど、ご飯がね、まあ、ちょっとこの後の運動の話もするんだけど、運動をして、睡眠をしっかりとって、で、自分で料理を作るようになって、で、ご飯が美味しくなってね、食べちゃうんだよね。ね、食欲がね、どんどん増してしまっていて、なんで体重も、まあ、筋トレとか行ってね、ジムで筋トレはしてるんだけど、まあ、いわゆる有酸素系は最近あんまりやってなくて、こう体重を減らすというか脂肪燃焼のための運動ってのあんまりしてないから、確かに筋肉は多分ね、肥大してんの、どんどん。筋肉自体は肥大してんだけど、それと、まあ、同様のペースで、まあ、脂肪はついてないかな、でも脂肪は減ってはいないと思います、そこまで。なんでね、食事はね、まあ、今までお昼ご飯はその会社の給食とかあるじゃない。多分どこの会社もまあ、お弁当を取ったりとかさ。あ、いろいろあって、で、それなりにね、ああいうお弁当って、まあ、味はあんまり美味しくなかったりするんだけど、バランスは取れてると思うから、大丈夫だと思うんだけど、一人だとね、完全にね、自分でこう毎日考えていかなきゃいけないから、その辺がね、すごく難しいとこかなと思います。あと、時折不安になるね。用意されたものを食べているんだったら、きっと一週間のどこかで、多分ね、週に一回しか食べなくてもいいけど、体に必要な要素とか、多分あると思うんだよ。わかんないけど、多分きっとあってね。そういう食べ物が多分全く食べてない状態で抜けてるんじゃないかね。とかね、そういうのはね、若干、たまにね、気になったりはします。まあ、栄養のバランスとかは、バランスっていうよりも、なんか必要なものは多分これぐらいっていうのに対して、全体的にちょっとこれぐらい取れてるっていうのは、なんかそんな印象があるんでね、ちょっと食事はね、うまい制御方法が見つかんないとちょっとまずいかなっていう気が、今は、してます。で、次にね、食事で、そうそう。セットでよく出てくるのが、お酒。これ実は、無職になって変わったことで一つとして取り上げようかと思ったくらいなんだけど、お酒をね、本当に飲まなくなりました。今までは、どうだろう、週1とか、多い時はもっとお酒飲んでることが多くて、そうだね、週1、もっとかな、週1から週2ぐらい。その大学卒業して、社会人になって、で、会社1社目もそうだし、2社目はめちゃくちゃ飲む会社で、で、3社目のしけた会社でも同じように、お酒を結構ね、飲んでたんだよね。飲むっていうのは、私の場合ね、結構、まあ、
あの、ちょっと YouTube の動画だと、この体のデカさ、なんとなくちょっと雰囲気つかめないかもしれないけど、だいたいね、身長も180センチくらいあって、で、体重も、くらいに重たいので、あの、アルコールが結構、まあ、飲めるタイプで、よくね、すごいたくさん飲みたいときは、だいたいね、ワイン2本。ワインを2本飲むと、完全にベロベロになって倒れるっていう。それくらい限界だね。そういう量をね、一時期飲んでたときがあったんだけど、今ね、こう無職になってね、まあお金をかけたくないというか、まあ貧乏臭い根性が前よりも、増幅されたところがあるのかもしれないんだけど、それだけじゃなくてね、お酒をね、飲みたいってあんまね、思わなくなったの。で、多分だけど、これはもう予想だけど、まあストレスがまず減って、なんていうかこう酒にね、逃げなくて良くなった。と思います。ああ、今日もよ、会社で嫌なことがあったなあ。明日嫌なことあるなあ。まあでもとりあえず今日は酒でも飲んで気を紛らわすか、みたいなね。そういったケースがね、本当になくなりました。まあたまに、その、何、もちろんね、誰かと飲みに行くとかね、そういう時にはお酒飲むし、スーパーとかでね、30% 引きのワインとか、あの、600円のやつがさらに安くなってて、400ちょっとか、ってなったら、しょうもないワインとかはたまーに買っちゃうんだけど、まあ、それでも月1かな。月1だね。飲んだとしても月1くらい。で、減りました。まあね、までは週2で飲んでたのが月1になったんで、まあ多分いいことだろうと思います。まあ、お酒に関しては多分いろんな説があって、何ほんのちょっとだけ飲むんだったらいいとかね。ほんのちょっとのダメとかっていろいろあるみたいだけど、なんかどうやらやっぱりね、お酒自体はあんまり体にはね、もちろん良くないものだから、まあ、毒素なのでね、それを、アルコールを肝臓が分解してうんぬんなんで、でね、脳も小さくなるというか、まあ頭にも良くないっていう、まあ多分ね、ほとんどいいことないんじゃないかな。まあもちろんね、こう、気分の高揚とか、もっと社会的な意味で、仲間と打ち解けやすいとかね、まあそういうのがあるのにはあるんだけど、こう身体、まあ、健康という点からのみ捉えるんだったら、やっぱりあんまり良くないものみたいなんで、あとまあ、最近筋トレにも悪影響を及ぼすっていうのは、もうこれはある程度も知られてると思うんだけど、筋トレやっても酒飲んじゃうと、ね、一生懸命辛い思いして筋トレやって、で、酒飲んだら筋肉つかないってなるとちょっと辛いというか、すごいもったいないんで、まあ時間もかかるし、今週3ぐらいで筋トレやってるから、まあ、そういった意味でもあって、酒はね、もう本当に、飲まなくなりました。まあ、多分いいことだろうなと思います。まあ健康から見たら多分間違いなくいいことです。なんで食事の面に関しては、まあ食べ過ぎは治んないけど、お酒は減った。みたいな感じです。で、最後に、なんだっけ、運動か。運動なんですけど、運動は、まあジムには一応通っていて、やってるのはね、結構ね、なんていうの、荷重トレーニング。こう、バーベルみたいなやつで、ベンチプレスとか、スクワット、デッドリフトっていう、まあこの辺は筋トレ用語なんで、まあちょっと私これからちょっと筋トレに関しての動画も少し上げたいと思うんだけど、まあ今ちょっとまだ、特に何もできる状況じゃないんであれなんだけど、少しずつ始めていて、でまあベンチプレスっていうのはこう胸の上にこう寝転んであのバーベルを乗っけてこうふんふんこうやって上げるやつなんだけど、まあ最近まっちゃんがめっちゃ重たいのバンバン上げたんだけど、なんかテレビ番組あれとかをやってます。で最初はね、当初は、30キロかな。30キロのバーだけの重さで10回やるので結構ね、ヒーヒーいったんだけど、今はね、60キロまで。60キロ10回の3セットがようやくできるようになりました。結構ちゃんとやってるんだけど、まあ、徐々にだね。そんなにやっぱりバンバン上がっていくわけじゃないね。最初始めたばっかは、まあ多分ね、コツとかで動いちゃうんだろうけど、最初30キロで、1週間ぐらいして40キロになって、で、2週間ぐらいして、まあ3週間かな、1ヶ月ぐらいで50キロになって、で、3ヶ月でようやく60キロになってみたいな感じかな。なんか、最初はギュッて伸びるんだけど、あとはなんか、徐々にこう、穏やか。なかなかね、まあ筋トレはね、多分、やりすぎるとおそらく今度健康的には多分ね、害を及ぼすと思うんだけど、筋トレ正直ね、楽しくなってやってます。当初はね、プールで泳いで、こう、有酸素しようと思ったんだけど、筋トレの方がね、楽しいんだよね。まあ、辛さは圧倒的に筋トレの方が上なんだけど、少しずつやっぱり数字に、やっぱりね、人間って弱いんだよね。まあ、特に私多分ね、数字に振り回されるタイプで。普段よりも1回でも多くできたりとか、普段よりも、まあ、2.5 キロでも重さが上がったり、すごくね、気持ちがいいので、最近はね、トレーニングはこういう重量を使った、やつで
やってます。で、今は、ジムに通って筋トレしてるんだけど、もう、筋トレに行く最初の理由は、まあ、運動の習慣をつけるためっていうのが一番大きかったんで、もうね、今月1月いっぱいで、もうジムは退会して、これからね、家で、筋トレしようと思ってます。まあ、見てくれてる人いるかわかんないけど、ジムの筋トレさながらのね、さながらではないか。まあ、ベンチのこの台と、ダンベル片側30キロを2つ、両側で60キロっていうダンベルも買ったんで、まあ家でね、これからはトレーニングをやろうかなと思います。まあね、実際ね、筋トレしたところでね、特に最終目的があるわけじゃないので、体を動かすのは、まあ、ストレスの発散にもなるし、いいかなというふうに思います。あとね、筋トレやってて良かったなって思うのはね、闘争心みたいな。だからね、人間はね、多分ね、元来、戦いたい気持ちが多分ね、備わってるんだよね。まあ人の歴史は戦争の歴史で、こう今はすごく平和だけど、今ではやっぱりね、我々祖先、何千世代も前から、何万世代も前から、まあ、生き残りをかけてね、まあ、他の動物であったり、天才であったり、まあ、あるいは、ね、同じ人類同士であったりね、こう戦い合ってやっぱ生きてきて、やっぱりそんな、まあ、私みたいなこう平和なね、のほほんとした人間にも、やはり同じくしてそういった DNA はしっかりと刻まれているみたいで、時にやっぱりこうイライラしたりとかね、なんかこう、ね、力でこうぶん殴りたいなみたいな。何かちょっと殴りたいみたいな、そういう時ってやっぱり、ね、人はあると思うんだよね。まあそういう風に遺伝子が書かれてるから、そういったなんだろうな、イライラ感とか、当てどころのない、当てどころのない、行きどころのないか、行きどころの行きどこ行きどころのない怒りみたいなね、まあ別に怒ることもないんだけど、なんかねこううっぷんばらしというか、そういった感情に対処するのに多分ね、筋トレは非常にいいと思います。まさになんていうか、リリースというかね、力を解放するというか、解放するっていうとなんか暴れそうだけど、まあなんか力を抜けるというか、そんな場所なんでね、まあ普段、まあ無職になってね、特に体を動かすことも減ってるんで、まあ意識をしなければね、だからジムみたいなのに通うのもいいというふうに思います。よく行ってよかったなっていう。まあ、そんな感じで今健康はとりあえず気にかけながら生きているような感じですね。だからまあ働いてる時に比べたら随分多分良くはなってると思うけど、まあそれでもちょっと課題はね、まだあるかなっていう、感じです。なんででも自分をコントロール、律することができないと多分大変だね。特に自分の場合は、食事の量はちょっとコントロールがどうしてもできないんで、まあね、まあなんとかやっていこうかなっていう。まあ多分痛くも、胃袋とかもね、拡張してんじゃないかなとか考えて。でね、まあ今回は、こんな形で、主に肉体的健康について、話しました。で、もう一個大事なのはやっぱ精神面だよね。無職っていう風にやってて、やっぱいくつかコメントでもあったんだけど、寂しくはないとか、精神的な不安はないかみたいなね。で、それに関して自分の場合はどういう風になってるかっていうのをちょっと、また次の、動画で話をしたいという風に思いますので、また楽しみにしてください。ほな、ま、ちょっと待って、ゲップが出そうで、ほな、ま、